さて、殺戮の天使。チャプター3、やっていきますか。前回、めちゃくちゃ気になるところで終わったからな。てか、なんだ、レイチェルの拳銃とかもね、結局、あんまり説明されてないし。あと、ザックがね、あれは、気絶したのかな。引きずってる！おい、ザック！マジで大丈夫？ B2 に来たけど。めっちゃ引っ張ってる。レイチェル、俺足持つわ、じゃあ。いや、これどっかで手当てしないとやばいんじゃない？レイチェル。壁に。ザック、B2 に着いたよ。ザック！意識がある。目覚めたか。気絶してたんだな、やっぱり。よかった。着いたのか。おう、地下2階まで来たぞ。でも、ザックの傷が。おい、じゃあ行くぞ。いやいや、お前、めちゃくちゃ、ダメだよ。まだ血も止まってない。そうそう。気絶してたんだから、今。血？自分で腹切ったんだろ？だからこんなもんどうってことねえよ。いやいや、でも、気絶してただろうが、今。ダメ、傷だって閉じてない。開いたら危ないよ。いや、てか、レイチェルが、めちゃくちゃ心配してる。だから大丈夫だって言ってんだろうが。やっぱり前までの、無関心レイチェルじゃなくなってるよな。ダメ。は？レイ、お前。何？変な顔して。んだ。いや、これがザックが望んでた顔じゃねえのか。つまんなくない顔。ザック！おい、また気絶だよな。ザック！ザック。いや、やっぱこれ手当てというか、大丈夫、意識がないだけ。まだザックは生きてる。でも、取り返しがつかなくなる前に。でも、これ以上ザックを運ぶのは無理だし、どうする？起こして歩かせるわけにもいかない。なんかあった？それに血が、縫うだけじゃダメ。ね。鳥みたいにはな。いかないわな。止血して消毒もしないと。このフロアに薬か何かないか探してみよう。あるかなー。てか、ここも殺人鬼いるんだろう。ザック、少し待ってて。必ず役に立つから。レイチェル。いや、でもそうだな。だからそれまでどうか。ここでザックを失うわけにはいかん。てか、俺はこの二人の最後を見届けるぞ。早く探しに行かなくちゃ。よし、じゃあ。息をしてるか目覚める様子はない。息はまだあるってことだな。てか、ここまでもボロボロだったしな、絶対。電気椅子食らって銃で撃たれてって。その辺の治療もしてあげたいけど。行こう、レイチェル。心配なのはわかるが。ルガンの音が。オルガン。ラスボスが引きがち。明かりがついた。ろうそく。ここはなんだ？なんだかここ変な感じがするな。何モチーフだ、このフロアは。通れた。煙、大丈夫か、レイチェル。何？なんかめっちゃ煙出たぞ、今。倒れたろうそくから煙が。この煙なんだか。甘い。ちょっと、目がぐるぐるになってる。レイチェル、俺の指何本見える？ 6 本？よし、病院に行こう。今のなんだろう。一瞬頭がぼーっとした。目ぐるぐるになってたよ。そんなことより、早くザックの薬を見つけなきゃ。大丈夫か？何今の？なんかフラグじゃねえの？調べたりはできないのか。神が望むのは、穢れもなく偽りもないもの。己に問え、己が何者か。またポエムだ。
え、でもこの建物何？望まれるべき生贄か、それとも天使か、教会か、はたまたそれ以外の神の救いを求めるものならば、すべてを晒し懺悔せよ。あ、懺悔とか言ってる。やっぱ教会？あ、これ懺悔室じゃね？レイチェル。え、じゃない、だよな。え、これ岸辺露伴が入ってたやつだ、面白半分で。そしたらえらい目にあったやつだ。もしかして目の前にあるのは懺悔室だな。じゃあここは片方に神父が入るやつな。救い、やっぱこの施設ってその罪人を更生させる施設なんじゃないか。扉があるが閉められている。何時の縄と問う文字がある。いや、あの病院があったりさ、刑務所があったり墓場があったり、ここは私の名前でいいのかな。罪人を収容する施設なんじゃない。レイチェル・ガードナー。うん。あ、開いた。音声認識システム開いた。そうか、懺悔室だものね。ここで懺悔しろってことか。レイチェルの罪、入ろう。薬ある？いや、こん中にはないんじゃないか、レイチェル。そんな物置代わりに使ってないんじゃない。行こう。でもレイチェルの罪はちょっと気になるな。お？なんだろう。嘘つくのやめてもらっていいですか。え、甘い、ちょっとまたぐるぐる、甘い匂いが強くなってるような。ちょっとぐるぐるレイチェル。あ、え、てか広くね、中。気のせいかな。え、懺悔室じゃなくなってない？出口がない。え、そんな、薬を探して戻らないといけないのに。え、あの匂いは何？出口も探さなきゃ。え、明らかなんかやばくねえか。え、大丈夫か、レイチェル。あ、なんか光ってる。椅子の上に小さな瓶が転がっている。小さな瓶。中は何も入ってないな。え、完全に懺悔室じゃないけど、ここ。これはインク瓶かな？インク瓶。あ、え、何？自動書記。壁に文字が。なんだ？罪を吐き出せ。罪を吐き出す。小さな瓶にでもよい。それは証となる。え、何言ってんの？そして証を見つめ、己は何を思う？罪。汚れを知るための扉は開かれた。え、鍵が開いた。え、なんだ？レイチェルの罪。この瓶に罪を吐き出すってどういうことなんだろう？懺悔しろってことでは？ここは懺悔の間である。あ、やっぱりここから出たければ己の破片を手にし、己を知れ。己の破片。あ、あ、割れた。鏡が割れた。あ、破片ってこれのこと？破片には人影が映っている。さっきの私がそのまま鏡に映っている。え、何この仕掛け？変な鏡。いや、それだけで済ます？変ってレベルじゃないぞ。己の破片って多分この割れた鏡のことだ。あ、やっぱりそうか。鏡の破片を手に入れた。ここで使うのか、これも。うわ、え、あー、レイチェル！え、なんか、連れてかれたぞ。え、え、ここでセーブ。何？どうなった今。え？何これ？ここは何？え、ちょっと待った待った。展開についていけたな。また出口がない。え、何？なんか、動いてるよ、壁。何か書いてる。うん。己の罪は、その目に見えているか。え、罪。もし黒く塗りつぶされているというのであれば、それは己がしたことだ。罪を消してしまったのか、それとも罪と気づいていないのか。レイチェルのこと、これは。己が見失った罪ならば、再びそれを完成させ、そこから流れ出た罪を受け止めろ。罪を再び完成させて受け止める。持ってる瓶に入れ、え、そういうことなの？よく理解したな、レイチェル。
流れ出る罪ってなんだ。絵が飾ってある。一匹の蛇の絵。あ、切り裂くができる。夕暮れの中急いで道を走る少年。この絵を切り裂けってことか。じゃあ次は猟銃を構えた男の絵。あ、で、これが塗りつぶされている絵。ん？え、じゃあどうしよう。とりあえずじゃあこの蛇の絵切り裂いてみる。お、破れた絵の隙間からメスの羊が描かれた紙が1枚。え、メスの羊、え、どういうこと。ああ、何、切り裂かれた隙間から蛇が、いや、どういうこと、どういうこと、何これ。レイチェル伏せろー。スタンド攻撃を受けている。蛇は大きすぎてこの、いや、入れないでいいから、噛まれないよ。いや、何よ、どういうことこれ。いやいやいや、どうしたいんだ。あ、なるほど、ここに使うのね、その絵を。あ、あ、絵が出てきた。羊の家族の絵。絵は完成したけど何も起こらない。ん？己が見失った罪ならば再びそれを完成させ、そこから流れ出た罪を受け止めろ。あ、これも切り裂くってこと。あ、そういうこと。羊の家族の絵を傷つける。え、じゃあ切り裂く。あ、赤い液体。あ、血。この液体なら瓶に入りそう。あ、なるほど、これをしろってことだったの。羊の家族の絵から、あ、また紫の、あ、戻ってきた。え、どう、なんだこれ、マジで何なんだ。お前の懺悔とは何だ。うん、救われたいと懺悔する汝の心は誠か。これは罪を罪だと神に捧げ、これは多分レイチェルに言ってんだよね全部。だがそれ以前にお前には罪の心が見えぬ。罪を犯したという自覚がないってこと。罪とは何かをここの場で示せ。罪とは何か、さっきから訳が、いや、ほんとそれねえレイチェル、なんか回りくどいよね。ズバッと言ってくれたらいいのに。でもそうすれば救われるの？ここから出れるかな？うん。このオルガン気になるな。オルガンのキーが勝手に動き音楽を、ああ、自動演奏だ。ホテルのロビーとかでやってるやつ。オルガンには天使の絵が飾られている。うん。天使。私には赤い液体が入ったインクがある。あ、さっきね、撮ったやつね。この絵を汚すことはきっと悪いことだから、ほう。この液体を使えば罪をし、ちょっと。レイチェルの超速理解やばくない？え、そういうことなの？え、で、使うってどういうこと？ん？あ、ここで使う。じゃあ、瓶を。お、あ、あ、天使に血を。あ、これが罪ってこと？ん？あれ？あ、うるさい。まだオルガン、鳴り始めた。え？耳が、頭が、なんだかすごく痛い。え、大丈夫？これで、え？罪？え、ちょっと待って。ザックの薬は？あ、あ、あ、白い。心か。ん？あ！え？どこ？あ、幻覚見てたってこと？ここうろついてただけ的な？実は。ここは？やっぱあの匂いじゃねえの？甘い匂い。あれのせいじゃね？教会。幻覚？え、でもかけてあるな、オルガンに血が。あ！あ、また鳴り始めた。オルガンがまた。え、なんだこの場所は。てかなんかレイチェルの。あ、足を、おお！誰？殺人鬼？このフロアの。お、なんだこいつ？え、強そう！何？ロングコート羽織ってる。君はだ、横顔！白目！え、白目だよね？
いや、君は誰だって、お前こそ誰だ。なぜ黙る。いや、殺人鬼だろ、このお風呂。あ、寄ってきた。あなたこそ誰なの。うん、お前誰だ。私はこの教会の神父だ。グレイという。神父？え、神父の殺人鬼？お、グレイ！なにその手。レジ横のお菓子を選ぶ手。え、なんだこいつ。神父様。さあ、今度は君が答えなさい。え？私は、レイチェル・ガードナー。え、てか知らないの？レイチェルのこと。神父様はこのフロアの住人なの？え、いかにも、君からすればここの住人だろう。あれ、なんかでも、殺してくる感じじゃなさそうだけど。あ、倒した。そう怖がらなくともよい。いや、でもここまでのやつが全員やばかったからな。私が君がどのようなものかまだ判断しておらん。君がどういった人間かわからないのだから、裁きを下すような真似はせんよ。裁き、あ、やっぱ人を殺すってこと？それは。私は別に。レイチェル。では君はここで何をしている？いや、あれだよな、薬を。血を止めるものを探している。そうね。止血するものを。ふむ、止血剤かね。あ、物分かりがいい。それはザックが必要としているのだな。え、あ、知ってんの？ザックはそれは知ってんの？そうだけど知ってるの？え、なのにレイチェルのことは知らなかったの？当然だ。私は彼らのことを誰よりも知っていたのだから。彼ら？だが、あいにくここには治療に使えるようなものはない。あ、ないんだ、やっぱ薬。置いてあるのは B5、ダニーのフロアくらいだろう。ああ、確かに病院だったわ、あそこ。そこに、そんな、じゃあどうやって下に戻れば。そこに行けばある。下に戻りたいのかね。え？ええ。教えてくれんの？ならば難しいことはない。私と共になら戻ることができる。え、あ、そうなの？え、一緒に行くってこと？あなたと一緒になら。ああ、そうだ。私はその方法を知っている。え、一緒に。いや、大丈夫か、でも。その言葉は信用できるの？いや、なんだって、私は偽りは告げぬ。でも今会ったばっかの白目だぞ。ただし行くのであれば、君に少しばかりの試練を受けてもらわなければならない。試練？なんだ試練って。難しいことではない。私が君を何者か知りたいだけなのでな。何者？レイチェルが何者？今すぐ答えを求めません。自らの心で選ぶがいい。でもそれは確か俺も気になるな。私はしばしここにいる。え？戻る方法はあの人しか知らない。この人普通に話が通じる人だな。一度ザックのところへ戻ろう。あ、そうだな、ザックの様子を見に行くか。え、すいません。どうするのか己の判断で決めなさい。え、なんかこの人すげえまともな人に見えるな、今のところ。なあ、ちょっとレイチェル以外まともな奴がいなかったから。すげえまともな人に見える。あ、ちょ、ザック倒れてるじゃん。おい、ザック、いや、お前動いただろ。くっそ、いや、動こうとすんなって、お前。めっちゃ怪我してんだから。ああ、無理すんな。ザック動いちゃダメ。おいレイ、お前どこ行ってた？いや、ザックのために探してたんだよ。ザックの血を止めるものを探しに行ってたの。そう。あ、お前一人でかよ。何やってんだ。いや、ザックが動けねえからな。だってザックを無理に動かすわけにはいかないもの。そうだよ、レイチェルの優しさだよ。それに眠ってたし。バカ、だったら叩き起こせよ。いや、前のレイチェルだったらやってたかもしんないけど。そういうわけにはいかない。もう今のレイチェルはな。頭固えな、お前。
それで何かあったか？うん、でも B5 に戻れば医療品がある。もう言ってたね、白目おじさんが。あ、今更戻んのかよ。でもそれしかないらしいから。うん、でも私が行けば。おっ、ザック。いや、立つな、無理するな。お前少しくらいおとなしくしてて。レイチェルが心配なの分かるけど。うるせえな、ガキじゃねえんだよ。ガキに心配されてるじゃねえか。カマがおめえ、んだこれ、わけわかんねえ。弱ってんだって。ザック、ダメ、寝ていて。今から私が下に戻って取ってくる。ザックは横になっていて。おう、レイチェルの言う通りにしとけ。あ、ザックが死ぬ、カマが重たいのは体がダメだと言っているから。そう、勝手に俺が死ぬとか。いや、もううるせえな、お前休んどけよ。いいから。そう簡単に死なねってお前も知ってるだろ。いや、タフなのは知ってるけど、でも今は無理すんな。お願いザック、私を役に立たせて。ほら、レイチェルがお願いしてるぞ。お願いってお前、そう言えばいいと思ってんじゃねえだろうな。おい、レイチェルの気持ちを汲めよ。お願い。うん、ザックが心配なんだよ。あー、通貨降りる方法あんのかよ。あ、それはな、あの、それは、いや、あのおっさん知ってるらしいから。多分大丈夫。うん、罠じゃなかったら。お前一人で行って帰って。おい、心配してんじゃん、ザックどこ見てんだお前、自分の血を見るの。それも多分大丈夫。じゃあめっちゃ心配してるじゃん、ザックも。わーったよ、今はカマもろくに動かせねえ。これじゃあ俺はお荷物だろうからな。あ、聞き分けた。違う。いや、そう、荷物とは思ってないぞ。大して違わねえよ。ザックが必要だから頑張ってんだよ、レイチェルは。でもお前が本当に死なねえって言うなら言ってこいよ。おい、信頼している、ザックもレイチェルを。確かに俺は今腹が痛いし体も動かねえ。俺は寝る。もう寝とけ寝とけ。お前、レイチェルに膝枕してもらってもいいんだぞ。うん。いや、もうなんかもうあれだな。おい、あ、なんだ、どうした、ザック。行くなら B6 まで降りろ。え、 B6？ あ、ザックがいたとこ。え、 B6 で俺がてめえを一番最初に見つけた場所。一番最初、そん中にあるもん持ってこい。あ、あの鳥を殺したところか。わかった。いやー、これもう完全にザックまた意思がなくなった。完全にもう好きじゃない、お互いに。あのけ、いや、好きっていうのはその恋愛とかじゃなくて、その人として心を許してるっていうか。あの神父のところへ行こう。ね、なんか、ま、前みたいな喧嘩もしなくなったし。いや、今の会話マジで起こしちゃダメ、おとなしくして。いや、マジで前までのザックとレイチェルだったらありえない会話してたぞ、本当に。いや、なるほどね。いやー、おっさん、おい、行くぞ、地下。あ、ザックの前通ってる。素通りだ。お、よほど君は私をザックに近づけたくないようだったな。え、どういうこと？睨みを聞かせ遠ざけなくとも、私はザックには何もせん。ああ、なるほど。あ、今、レイジェルザックを守ってたんだ。確かに内側にいたよな、なんか。では行こうか、レイジェルガードナー。いやー、ザックを守らなきゃって思ってんだな、レイチェルは。けなげな子じゃないの、ほんと。さあ、これは一気に B5 まで行けんのかな？それとも、1回、あ、一緒に乗ってる。君はなぜザックを生かそうとしているのかね？いや、彼が死んだら困るから。てかもう信頼関係だよ。困る？それはなぜだ？おう、ザックに私を殺してもらいたいから。いや、もう絶対そうじゃなくなってきてんじゃないの？
ザックが神様に誓ってくれたの。それ以外の理由もありそうだけどな。ほう、それが理由かね。なんととんでもない誓いをしたものだ。え、あ、このおっさんも知ってんだ、その神に誓うことの理由を。なんだろう、やっぱりこの人からだ。あ、甘い匂いがする。え、待って、なんかあれ、上に上がってない？エレベーター。いや、でぐるぐるレイチェルになってるし、やっぱりこのおっさんがその変な匂いを出してんだ。甘いカレー臭を漂わせている。レイチェル、お、レイチェル・ガードナー。え、どうした、真っ暗。あ、ん、お、え、さあ、まずは B さんに着いたぞ。え、ちょっと待って、え、壁が、え、ちょっとレイチェル、ぐるぐる、どうかしたかね。ずっとぐるぐる状態になってる。いいえ、少し目がチカチカ。いや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 、え、やっぱおかしくなってる。このおっさんと一緒にいるからか。ここから先私ができるのは君への助言のみだ。え、てかやっぱ一回ずつ下っていくのか、これ。何、試練といっても難しいことはない。試練、ここでやるってこと、試練を。ここから下へ向かうエレベーターを動かすには仕掛けを探してスイッチを押さなければならん。 B さんのスイッチは牢獄に存在する。ほう、それを押すことができれば私が最後にエレベーターを開いてやろう。あ、そのスイッチを押してこいってことか。ちょ、レイチェル大丈夫？ぐるぐるなってるけど。牢獄はザックが伸びてきた腕を踏み潰したところ。あ、うん、まだ覚えてるけど、行こう。え、大丈夫？ちょっと、いや、なんなんこのカレーシュートラップレイチェル、手届くかな。ちょ、気をつけて、もう少し。うん、あ、え、あ、あれ、け、おお、なんだ、逃げなきゃ。え、なんか出てきた。なにこれ。あ、あ、あ、そんでセーブ。待って待って待って。と、じゃあ、セーブして逃げる。おお、めっちゃいる。ちょ、逃げて、レイチェル。おお、おお、え、こちらいいの、こちらいいの、合ってる、逃げた。あ、ああ、勝手に動いてる。あれは何？ここまでは追いかけてこないみたいだけど、なんか出てきたな。これじゃ牢獄には入れない。え、どうする。でもスイッチ押さないと。邪魔だな。いや、まあ、邪魔は邪魔だけど、拳銃は今使えないし、どうしようか。え、てかこれも幻覚？レイチェル、鼻つまんだら？彼氏のせいじゃない？そうだ、このフロアはもともと装置がたくさんある。うん、あそこは牢獄だ。脱走犯が出た時にきっと対処する方法くらい。はあ、このフロアを制御する機械があった部屋に行ってみよう。あ、あそこね、オッケー。お、なんかいいのあった？え、お、え、なにこれ、これは、え、ここから画面を見て狙撃できるんだ。え、なにこれ、ちょ、シューティングゲームみたいなの始まった。逃げ出した人をこれで撃ってたのかな。え、すげえすげえ。ここにたくさんいるのは、じゃあもしかして、あ、死んだ人ってこと、ここで魂。時間がない、早くしなきゃ。いや、魂に銃弾が通用するのか。カーソル合わせてこのボタンで、そうすれば、え、すげえ、突然のミニゲーム。決定ボタンで狙撃。あ、頭上より足元を狙いましょう。あ、わかりました、始まった。え、足元、あ、あ、すげえ、こういうことか。いや、これこれザックが喜びそうな仕掛けだな。よし、え、これで最後、あ、最後だ。よし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 、これでじゃあスイッチを押せるって感じか。これで通れる。うん、いや、でも玄関、あ、え、あ、キャッシー、え、キャッシーの幻覚、ひどいことするわね。
痛み苦しみに嘆く者に対して邪魔だなんて簡単に切り捨てて、いやお前に言われたくねえわ。そもそもお前の装置だろうがこれ。なのに顔色一つ変えない。ザックに自分を殺してもらうためならどんな手段でも選ばないのね。え、てか、何これ。本当にあなたって罪深い女なのよ、レイチェル。なんか突然現れて説教されてるんだけど。あ、いなくなった。レイチェル。今のは。でも、消えた。いや、幻覚幻覚絶対。いや、加齢臭幻覚だって。わからない。とにかく早く行こう。どうやらスイッチを押したようだな。いや、押せたけど、ちょっと、このぐるぐる状態いつ解除されんの？レイチェルの。君はどのようにしてこのフロアのスイッチを押した？え？どのようにして？君に追いすがり邪魔をしてきた者はいなかったかね？あ、いや、いたけど。え、やっぱこのおっさんが分かっててやってる、これ。いた。でも全部撃った。そうか。ではなぜそうした？え？邪魔だったから。これは、レイチェルをテストしてる。そうか。それでは時間もないことだ。次のフロアに行こう。え、そういうことこれ。レイチェルのことを知るって。え、おお、え、墓石から出ていたものが勝手に、え、手が動いてる。確かあれは手の形をしたぬいぐるみ。ぬいぐるみこれ。動くおもちゃだったのかな。全然ビビってないじゃん、レイチェル。そうだ。え？あれを糸でひっつけて棒につければ。え、え？あ、捕まえた！手のぬいぐるみ。え？これ使うってこと？鶴橋。これに手のおもちゃをつなげて長くすれば。あ、これでスイッチに手が届く。最初に手を縫い合わせて。え、ちょっとめっちゃ泣いてるけど。え、音出てるよ。二つを一つにして、最後に折れたツルハシの切っ先に刺せば。え、すげえ鳴き声。不思議なツルハシ。いや、そんなドラクエのアイテムみたいな。お、押した。届いたか、スイッチに。よかった、今のスイッチだったんだ。手のぬいぐるみで作ったツルハシ。急いで下へ戻るエレベーターのところへ行こう。うん。手のぬいぐるみ動かなくなったな。これ本当にぬいぐるみなのか。あっ、なんか出た。見ちゃったよ、レイチェル。あっ、これエディか。ひどいよ、ひどいよ。エディも出てきた。ねえ、悲しい叫び声を聞いてもレイチェルは何も感じないの？優しくしてあげようと思わないの？何がその人の幸せか考えたりしないの？これレイチェルは自分のことしか考えてないんだね。やっぱりレイチェルの心理っていうか、それ以外の幸せなんて見てもいないんだ。だから周りもザックもきっと苦しんで終わっちゃうんだよ。なんか内面のテストみたいなのさせられてる気がするな。またひどいこと、悲しい叫び声、何も感じない。いや、確かに苦しんで終わるザックも、確かにレイチェルなんか変わってる感はあったけど、私でも、でもザックと出会ってその辺もまた変化してる感じは。ダメだ、こんなことで考え込んでちゃ。次で薬がある B5 なんだから早く戻らなきゃ。いや、レイチェル変わってきてるけどな。 B6 にも取りに行きたいものがあるの。そうね、なんかザックに言われたやつ。そうか、別に構わんよ。あ、いいんだ、 B6 まで降りるの。いいの？ああ、すげえ好きにさせてくれる。いや、でもちょっとこの状態解けよ、おいおっさん。薬を探し終えたらまたエレベーターに来なさい。ええ。
薬この状態探せるか。いやまあでも一応薬は探そう。うん、ここにならきっとあるはずだ。あの時は混乱していて、あまりこのフロアをよく見ていなかったけど、なんか肝メガネもいたしな。さっきからなんだろう、通ってきたフロアなのにずっと違和感。え、ちょっと今さらレイチェルたまに鈍いな。でもそれが何かわからない。普段めっちゃ頭いいのに。壁もエレベーターもそのまま。いや壁の模様完全やばいけど、ザックが吐いたものもそのまま。いやこれ掃除しろよだろ。ええ何、えちょっとちょっとザックのゲロが動いてる。ああ、えなんだかすごく嫌だ。ちょっとゲロスライムだ。逃げよう逃げよう。これはやべえ。ザックから、あぼぼぼぼ、危ない危ない危ない。ちょっとキモい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 。ああ、え追いつかれた。え大丈夫、ちょっとレイチェル、あい、う、う、あれ、あ、ちょ、幻覚溶けてる。あれさっきのは一体、え、ゲロスライム幻覚。いや、まあ幻覚だろうけど。え、よかったな。痛い。ガラスで足を少し切ったんだ。ああ慌てて、痛みで目が覚めたってことか。痛いけど傷は小さいし、血もあんまり出ていない。よかった。いや、よかったな。むしろなんだか妙に頭が。私が育てましたっていう、ザックの顔浮かんだわ、今。追っかけられてる時。さっきの本当に何だったんだろう。いや、絶対あのおっさんの術だけどな。それより早く薬を、あ、そうね。ザックが待ってる。いや、泣くね？ない。いや、やっぱり。どこにもない。え？薬が全部な、お！白心の BGM。誰かに持っていかれた？誰？キボメガネ？あいつ、絶対生きてるだろ、だって。戻らなきゃ。ザックのところに。え、でも待って、B6 にも行くんじゃないの？でも B6、いや、そうだよな。頼まれたんだから。B6 まで行ってまた B2 に戻る。早く行かなきゃ。うん。え、じゃあ、とりあえず、B6 に、下に下るエレベーターに。いや、薬がないか。おっさん、どうした？ひどい顔して、いや、お前のせいだよ。いや、薬がないせいもあると思うけど。早く B6 に連れて行って。それは構わんが、薬はあったのかね？いや、なかったのよ。ない。おっさんなんか知らねえ？なかった。やっぱ知らないか。あなたは薬は B5 にあると言った。けどなかった。え、おっさんのせい？ふむ、それは。え？私を疑っておるのだろうが、そう厳しい顔をするな。え、でもおっさん薬持ってく意味なくね？私もなぜここに薬がないのか把握しておらんのだ。肝眼鏡じゃないの、やっぱ。だが予測はできる。うん。原因は君ではないか。え？で、いやいやいや、わけないだろ。だって、知らない。うん。このすべての不幸な出来事を、己が作り出したというように考えたりはしないのか。え？いや、でもそれ、ちょっと論点変わってないか？だから私はそんなことは知らない。もう今、薬の話してんだよ。それより早く、B6 に連れて行って。このおっさんはな、よかろう、そうしよう。多分、レイチェルに自分の罪を自覚してほしいんだろうけど、レイチェルの罪っていうのが、なんかまだはっきりしないんだよな。多分レイチェル自身は覚えてないんだろうけど、それを。あ、ザック。ザック指定になった。あ、生きてるんだね。え？誰？お？え、誰が生きてる？でも、こんなに弱って。え？
まさか？き、き、き、とどめを刺してあげようか。ザック、き、もめがね。え、じゃない？やあ、おはよう。え、やっぱり生きてたこいつ。あ、相変わらずだね、ザックは。もめがね。いや、どうやって来たこいつここまで。よくそんな体でとっさに動けるもんだ。めちゃくちゃエレベーター乗ってきてんじゃん。でも息も絶え絶えじゃないか。なんでてめえがいる。いや、確かに絶対こいつ後から来るなと思ってたけど。驚いたかい？君がレイチェルを追いかけてフロアから出ようとしていることを僕は知っていたんだよ。あ、来ること知ってたってこと？だから念のために服の下にちょっとだけ安全対策をしていたんだ。服の下？え、でもめっちゃ血出てなかった？本当に本当に出てこれるとは思わなかったけどね。あ、でも医者だから自分で治療したのかな。じゃあもう一回切り殺してやるよ。ザック大丈夫か？あ、無理はいけないよザック。すっかり足も鈍っちゃって。やっぱり今のザックだと倒せない。あ、それによしてくれよ。僕だって無傷じゃないんだから。あ、やっぱ切られたは切られたんだな。安全対策のチョッキも持っていた輸血パックも威力負けしてこのありさまだよ。輸血パック、その、あ、血のりってこと？本物の血じゃなくて。あん時の血は。そりゃ君とは違うさ。あらかじめの準備もその後の処理も。でもやっぱ自分で処理したんだな、傷は。僕だって必死なんだよ。いや、何しに来たのこいつ。寝首をかいてやろうかと思ったのに君は目覚める始末。散々だ。目的は？なあ、どうして、ああ、レイチェルを連れ歩いてるんだ君が。そして彼女は今どこにいる？レイチェルを追ってきたのか。お前それ本気で聞いてんのか。いや、だったら入れ違いだな。てかよく出会わなかったな途中で。あいつがどこにいるか言うわけねえだろバカか。それにもし殺しちまったって言ったらどうすんだよ。え？いや、殺すどころか守ってたけどな、このクズ。お前が言うな、お前が言うな、お前が言う、ちょっとめっちゃ喋ってる。彼女の瞳を見続けてきたのはこの僕だ。なのにお前みたいなやつが彼女を殺しただって。ふざけるのもいい加減にしろ。いや、でもめっちゃ切れるじゃん。あの瞳は特別なんだ。僕はずっとずっとあの瞳を探していたんだ。生きているのに死んでいて、あんなに静かで美しくて。ちょ、オタクの早口になってる。お前なんかに彼女の瞳をやるものか。彼女の瞳は僕のものだ、僕のものだ。2回言った。ずっと見てきたんだ。すげえ喋った。いきなり。それがどうしたんだよ。別に俺はお前みたいにあいつの目なんかに興味はねえよ。もめがね、目に興味があるだけだからな。でもあいつは俺に殺されたがってる。それにあいつを殺すのはこの俺だ。いや、ちょ、なんだこの会話。だからレイをどうするか決めるのはお前じゃねえ。おい、レイチェルを取り合ってる二人で。私のために争わないでじゃん。まあいいさ、彼女が生きてることは分かってる。君がこのフロアまで来られたのがその証拠だ。うん。え？ああ、そうだ。ボロボロの君に提案をしてあげよう。提案？あ？実は僕、薬をたくさん持ってるんだ。あ、やっぱお前か、薬持ち出したの。その薬で助けてあげようか。え、あ、傷を、あ、ベロ出た。レイチェルの目をくり抜いて僕に差し出してくれるならね。ザックにさせんのかよそれを。ザック、さっき俺はレイの目に興味なんかねえって言ったが、ありゃあやめだ。え、お前。笑うも泣くも目ん玉がなきゃつまんねえよな。え
だから目玉だろうがなんだろうがてめえにやるもんは何一つね。ザック。いや何それお前。いやザックお前、ああバカなやつ。いやお前分かってないと思うけどすげえ恥ずかしいこと言ったぞ今。僕はもう行くよ。あ、レイチェルが聞いたらキャーってなるやつだぞ。今の僕じゃ君みたいな化け物を相手にしたら力負けしてしまう。君は今ろくに歩けもしないだろ。だったら今のうちに行かなきゃね。あ、今の状態でも負けるんだザックに。それに彼女の瞳を守る準備をしなくちゃいけないからね。まだ諦めてねこいつ。いやでもレイチェルはいねえぞこのフロアには。おいクソ待て。いやもうなんか無自覚に恥ずかしいこと言うなこいつマジで。ここだよな。打ち付けられていた木材は外れてしまっている。中は薄暗くてよく見えない。この中、あ、ここ中入れるんだ。まあでも確かにザックここから飛び出してきたもんな最初。お、あ、部屋がある。ザックの部屋これ。この部屋すごく散らかってるけど人がいた感じがする。ザックは暮らしてたんだここ。ここに何かがあるってことか。もしかしてここでザックは過ごしていたのかな。え、でも何取ってこいとか言われてないよな。急がなきゃいけないけど少し気になるな。いや気になる。見てみるか。ぐしゃぐしゃに落書きされ破られた雑誌がある。雑誌、その周りには文字を真似たような落書きが書かれている。あーザックやっぱザックが書いたのかな。字の練習したの。そうかザックは字が。いやあいつ確かになんかどっちが自分の名前だみたいな言ってたもんな。汚れた使用済みの包帯が床に投げす。あ、これはザックが変えた包帯かな。炭酸飲料の空き缶、炭酸ジュース。このジュース好きなのかな。まあ、ジュース飲んでそうだけど。てかどこにあったジュースだこれ。床の上にカラフルなシリアルが散らばっている。シリアル、欠けた器の中にあるシリアルは炭酸飲料でドロドロに溶けて。おい、おい、コーンフレーク炭酸でいってる。斬新すぎるだろ。このジュースじゃ美味しくなかったのかな。食事がこういうのしかないのか。割れたガラスコップが放置されている。コップの中には飲み物が入っているようだ。割れたガラスで危ないな。でも飲んだ跡がある。このまま使ってたんだ。あれか、やっぱ人が捨てたもので生活してたのかな。ね、だってゴミ捨て場っぽいもんな、ここ。赤黒いものがこびりついた洗面台と、汚れたままかかったタオル。もしかしてずっとこのまま使ってる。はぁ、いや、すごい。食べかけの砂、あー、スナック菓子な、そういえば、あったな、これ。入ってたよな、箱の中に。中身はもう閉めて、いや、他の殺人鬼は割と立派なフロアだったのに、ザックのフロアだけなんでこんな。汚れたナイフ。ザックが言ってたのはこれのこと？え？随分汚れてるな。それに少し錆びてる。手入れはあまりされてないみたい。え？あ、これ持ってこいってことだったの？でも不思議。刃はよく切れそうだ。よくわかったな、レイチェル。持っていこう。え、ナイフ。汚れたナイフ。え、このソファーで光ってるやつは？ああね。これ気になるな。光ってるやつ、ソファーで。傷んだソファーに汚れた毛布がぐしゃぐしゃに置かれている。ボロボロで硬いスプリングのソファー。うん。毛布も薄くて、きっと寒い。ザックだけなんでこんな扱いなんだ？ソファーの間に包帯が一つだけ。あ、包帯！あ、新しいやつ？ああ、これで傷塞げる？やけどの薬はないんだな。あ、そうなんだ。多分もう何もないはずだ。早く戻ろう。おう。オッケー、じゃあ、これをザックに、渡しに行くと。レイチェル、
ザックはここでこんな風に過ごしていたんだ。どれくらいここでいたんだろうな。知らなかったな。うん、そういえば知らないな。ザックのことは何も知らない。あ、レイチェルはあの履歴書で読んだだけだもんね、ザックのこと。戻ろう、ザックのところに。いやー、そうか。 B6 での目的は果たしたのか、おっさん。なんだかんだずっと付き合ってくれてるな、このおっさん。ええ、だから早く B2 に戻りたい。よかろう、それでは戻るとするか。このおっさんの目的もわかんねえな。お願い。レイチェルをずっと見てたんだろうけどな、行動を。